8月18日2021ヤングジョッキーズシリーズ東日本地区の開幕戦トライアルラウンド紋別が行われました。トライアルラウンド紋別のナレーションはテレビ東京ウイニング競馬出演中クズでおなじみキャプテン渡辺が担当するよ。早速トライアルラウンド紋別の出場騎手をご紹介しましょう。まずは地方競馬所属騎手、北海道競馬所属の若杉敦人です。一鞍一鞍丁寧に乗っていきたいと思います。よろしくお願いします。浦和競馬の赤塚月です。ファイナルラウンドを目指して頑張ります。浦和競馬場の田中定常です。ファイナル行けるようしっかり頑張っていきたいと思います。船橋競馬の川島真作和厩舎所属の木松香龍馬です。一鞍一鞍を大事にしてファイナルラウンドまでかかりたいと思います。応援よろしくお願いします。船橋競馬場の篠谷葵です。ファイナル目指して頑張ります。大井競馬場所属菅原亮太です。一鞍一鞍大切に頑張ります。よろしくお願いします。大井競馬場所属の田中光太です。一鞍一鞍大切に騎乗していきたいと思います。川崎競馬所属の古岡幸です。今年こそはファイナルラウンド行けるように頑張ります。よろしくお願いします。中央競馬所属騎手はご覧の5名のジョッキーが出場しました。トライアルラウンド紋別は第1戦が JRA 所属騎手5名、地方競馬所属騎手6名が騎乗しての11頭立て。第2戦が JRA 所属騎手5名、地方競馬所属騎手7名が騎乗しての12頭立てとなっています。それではレースをご覧いただきましょう。2021ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド紋別第1戦はダート 1200m で争われました。1番人気は JRA 山田圭司騎手騎乗の活撃ダイビング、2番人気は大井の菅原亮太騎手騎乗の昼のコルシカ、3番人気は地元北海道若杉麻人騎手騎乗のトップギアでした。スタートしました。綺麗なスタートを切りました各馬です。先行争いは5番の活撃大輪山田圭司行きました。その外目から上がってアブシンベルと菅原明です。内を進んで4番の昼のコルシカ菅原亮太前固まっています。この圏内には7番その後ろに9番デルマガーネットがおりまして秋山俊樹、少し間が空いて1番アカンダナパワー古岡優輝、中段に8番の小林シュートとパッションクイーンです。外にトップギア若杉麻人、第3コーナー手前です。3番レッドラファーが田中光太、間が空きまして7番のラストシーンと木松香龍馬、後方勢やや離れた状態になりました。10番フランキーと小林亮太、最後方から2番のポロンちゃん篠谷葵です。 3,4 コーナーから4コーナーに入ってまいります。先頭は菅原明です。リード1馬身取っています。コンビを組みますのはアブシンス直線構成、外から5番の活撃大輪と山田圭司が並んでまいりました。内をついて4番昼のコルシカ菅原亮太、200の標識を通過、今度は山田圭司だ。今度は山田圭司と活撃大輪出てくる。内食い下がってアブシンベルと菅原明2頭、その後ろ1番外から伸び込んでラストシーンと木松香龍馬、先頭は5番の活撃大輪山田圭司ゴリ。2021ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド紋別第1戦、1着は完勝オッズ 1.9 倍の1番人気に応えました JRA の山田圭司騎手、2着は JRA の菅原明騎手、3着は船橋の木松香龍馬騎手でした。嬉しいです。1歩目ポンと出てくれて、
二の足もついてたんですけど、周り主張する馬がいたんで、それ生かして自分の競馬しようと思ってたんで、あのポジションで理想通りの競馬ができたかなと思います。まあ、初めて乗らせてもらったんですけど、とても乗りやすくて言うこと聞いてくれて、とても最後も僕の気持ちに応えてくれて走ってたんで、馬に感謝してます。ヤングジョッキー始まったばっかりなので、これからも何戦かありますので、ファイナルまでしっかり応援よろしくお願いします。まあ、反省点はいっぱい多いんですけど、まあ、ちょっとゲートも隣の馬にぶつかってしまいましたし、まあ、道中もちょっと外に出しすぎてしまったんで、もう少し内に近づけられればなと思いますね。直線もちょっと追い方が雑になってしまったんで、もう少し修正 していきたいとは思いますね。まあ、馬の動きはすごい良かったんで、もう少し人間が馬の動きに合わせられたらなと思います。もう少し上手くなれるように頑張っていきたいと思います。ゲート出た直後に隣の馬にすごい迷惑をかけてしまったところが、ちょっと自分的にはダメだった部分だと思うので、次のレースではそういうところを改善して乗ろうと思いました。いや、ちょっとペース早いと思って後ろ下げたんですけど、まあ、ちょっと4コーナーの手応えは良かったんですけど、ちょっと一足使って最後ちょっと垂れちゃって外からかわされちゃいました。今日はまだなんか競馬しやすかったんで、まだ次もいろいろ考えて乗ります。はい。まあ、そうですね、ゲートちょっとで良くなかったので、まあ、後ろから溜めていこうと思ったね。あとやっぱコーナーとか、まあ、直線もそうなんですけど、距離ロス少なく内を救っていこうと思ったんですけど、ちょっと距離足りなくて、まあ、結構頑張って直線伸びてくれたんですけど、ちょっと届かなかったですまあ多いと少し似てるところもあったので、乗りやすかったですスタートしてから、まあ、ちょっと無理に出しに行き過ぎてしまったので、もっと判断よくすんなり控えればよかったかなと自分では思ってます。直線もちょっと刺さってたのに対して、自分の技術の未熟さで追い切れなかったので、もっと技術つけなきゃいけないなと感じました。続く2021ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド紋別第2戦は、ダート 1800m で争われました。一番人気は浦和の七夕裕次郎騎手騎乗のワンダフルライフ、2番人気は JRA 菅原明騎手騎乗のハバチューバー、3番人気は JRA 秋山俊樹騎手騎乗のウィシュワールドでした。スタートしました。綺麗なスタートを切りました。外から好スタートは12番のキーンウィット赤塚月ですが、さあ前の方にすっと前の方に上がっていきましたのは9番のカールブライアント小林修斗です。4番の篠谷葵とベルフラカン、内に3番ハバチューバー菅原明です。1番のウィシュワールド秋山俊樹、外目から上がっていこうというのがアーススターリング、若杉朝と固まった状態です。前は4番ベルフラカン、内並んでおります。9番カールブライアン、2馬身後ろ1番のウィシュワールド、さらにハバチューバーと外にアーススターリング、その後ろに7番のワンダフルライフ七夕裕次郎、1馬身後ろ競泳リビード田中康太、1200を通過して向こう上面、外目から上がっていこうというのが BB グラビティがこの辺り固まった状態で上がっていきましたのがペイシャタイムと小林亮太です。中段前のポジションです。後方ばらけました。2番ローレン・アイザック・フローカ・ユーキ、3馬身後ろに5番シェノンと山田圭司、外に BB グラビティと菅原亮太、3馬身後ろ12番のキンウィット赤塚月です。向こう上面ゴールまで800の標識を通過していきました。前は2頭です。内に9番カール・ブライアンと小林修斗、外に並んで4番のベルフラカンと篠谷葵です。迫って1番のウィシュワールド秋山俊樹、3頭固まって600を通過、あとは2馬身差七夕裕次郎と内々を進んでおりますのは内々3番のハバチューバーと菅原明です。ワンダフルライフがおりまして、あとは2馬身後ろ中段です。400を通過していきました。外からじわっと1番のウィシュワールド、
秋山俊樹先頭に変わるか直線コースへ、内に9番のカールブライアンと小林修斗。さあこの2頭追い比べですが、抜けたのは1番ウィッシュワールド。秋山俊樹が先頭で200を通過、内をついて懸命に幅チューバー菅原明、あるいは外から7番のワンダフルライフ七夕裕次郎を迫ってくる。先頭は1番のウィッシュワールド、秋山俊樹です。秋山俊樹第2戦制してゴール。2021ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド紋別第2戦、1着は JRA 秋山俊樹騎手、2着も JRA の菅原明騎手、3着が浦和の七夕裕次郎騎手と上位人気3頭の決着となりました。それなりに人気もしてたので、はい、仕事ができてよかったかなと思います。そうですね、もともとスタートそんなに速くないと思ってたので、スタートが出たこと自体がまず誤算だったので、位置取りであったりそういう競馬のプランとしては真逆な感じになったので、イメージとはちょっと違ったんですけど、ここに来て調子もすごく良かったですし、まあ、馬の力はあると思ってたので、はい、そこに対しては自信持って持ちました。当然ちょっとこう折り合いも書いてますし、うん、プランとは違う競馬だったので、いつ刺されるかなとかって、まあ、ちょっと考えながら、多少しまい足上がりながらでも馬しっかり踏ん張ってくれたんでね、そこに対しては本当馬に感謝したいですね。まあ、まず一戦勝ててよかったですし、これからも馬の能力をねしっかりと発揮できるように準備をして臨みたいなと思っているので、これからも応援よろしくお願いいたします。まあ、自分の理想の位置につけたし、手応えも結構いい感じだったんで、まあ、負けるかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと大事に乗りすぎたかなっていうのは、前もよく早く、まあ、前残りの場があったので、もうちょっと早めに仕掛けてもよかったかなと。本当は勝ちたかったですけど、まあ、次はまあ切り替えて、まあ、しっかりポイント稼いでいきたいなと思います。回収馬もすごい雰囲気良くて、これいけそうだなって思って、まあ、でもやっぱちょっと出負けしてしまって後ろからになってしまったんで、まあ、後ろから、まあ、向こう正面でもう届かないって思ったんで少しまくっていったんですけど、まあ、ちょっと自分のもう一押しが足りなかったなと思います。やっぱ減量騎手の方たちと一緒に乗せてもらって、まあ、まだまだ技術の未熟さだったり、そういう自分の足りないところを感じたので、もっと頑張りたいと思います。ゲート出た後からずっとかかってしまって、その馬本来の力を出し切るような騎乗ができなかったので、長い距離でもしっかりとそういう道中のことを意識しながら乗れるようにしていきたいと思います。まあ、ちょっとスローペースだったから早めに行きたかったですけど、なんかやっぱ前走ちょっと早めに仕掛けて最後パッタパタだから、ペース関係なくちょっと3ハロンぐらいで勝負しようかなっていう気持ちで行って、まあ、最後馬は頑張ってたんですけど、ちょっと前残られちゃいました。はい、痛かった。6着と5着で地方競馬東日本地区、ポイントは首位ですよ。いや微妙ですね。まあ、満足できないですね。まあ、とりあえず着は拾えたから、はい、とりあえず良かったですけど、まあ、またちょっと地元とか戻ってそこで頑張ります、はい、また。まあ、とりあえずでも去年よりかはいろいろ考えて乗れたから、まだ成長ありました自分も、はいはい。2021ヤングジョッキーズシリーズ、次のトライアルラウンドは9月7日火曜日、盛岡競馬場で行われます。お見逃しなく。